ティマックスとは、ヤマハ発動機株式会社が製造販売するオートバイの車種である。一般的な車体種別では、スクーターの一種であるが、同社では、オンロードスポーツタイプの一つとして取り扱っている。マジェスティがヨーロッパなどでも人気を博したのを受けて、高速走行時や長距離走破時で余裕のある、より排気量が大きいスクータータイプのオートバイとして、開発が始められた。 その際、それまでの一般的スクーターと同様の手法で、排気量だけを拡大したようなものではなく、二人乗り時の快適性など、スクーター的な使い勝手を残しながら、スポーツ走行も余裕を持ってこなせるような車種を目指したのが、他社の大排気量スクーターとの大きな違いとなる。結果として、座席下の大型収納スペースや、ハンドル下の小物入れなど、 スクーターらしい日常での使いがあって2機を配りつつも、車体の前後重量配分をオンロードスポーツタイプで理想とされる50、50に近づけ、旋回時の左右ン区画を他社スクーターより深い50度に設定するなど、それまでのビッグスクーターの概念を打ち破る運動性能を身につけたオートマチックスポーツコミューターとして誕生した。そのスタイリングとコンセプトが評価され、 2001年度グッドデザイン賞にて金賞を受賞している。他社を含めたそれまでの一般的スクーターの概念を覆すような機構が多く盛り込まれ、その乗り味はスクーターというよりもオンロードスポーツタイプに近い合成感や旋回性の高いものとなっている。搭載されるエンジンは専用設計となる排気量 499cc の水冷4 ストローク DOHC4 バルブ並列に起動で、単造ピストンとメッキシリンダーを採用。シリンダー部は 66mm にピストンストローク 73mm のロングストローク型であり、低重心化と前輪への荷重を高めるために、シリンダーをほぼ水平に配置、エンジンオイル潤滑方式をドライサンプとする。また、エンジン幅を抑えながら余分な振動を低減するために、 クランクシャフトを挟んでシリンダーと逆向きに装着された水平対向ピストン式のバランサーを採用している。多くのスクーターではエンジンユニットがリアサスペンションのスイングアームと一体化したユニットスイング式を採用するが、TMAX ではエンジンをダイヤモンドフレームにリジット喧嘩する。リアサスペンションは独立したスイングアーム式を採用し、 スイングアームの左側には動力伝達用チェーンが内蔵される。これによりユニットスイング機構に比べてバネした重量を軽減でき、一般的スクーターに比べて高速走行時の操縦安定性が高い。スクーターの用の一つであるゴムベルト式無断変速機は専用設計の小型のものがエンジン内に設けられ、スイングアーム内の動力伝達用サイレントチェーンを 通して、後輪を駆動する。サスペンションでは、前側に一般的な成立式、テレスコピックフォークを採用し、一般的スクーターのように、アンダーステムだけで指示するのではなく、トップブリッジとの双方で指示する、オンロードスポーツタイプ的手法を採用して、前側サスペンションの剛性を高めている。また、後ろ側も、オンロードスポーツタイプのようなスイングアーム式、 モノショックを採用するが、ショックユニットは特殊な伸び作動式でエンジン下部に喧嘩される。かつての日本仕様は国内の厳しい騒音規制へ適合させるために性能抑制が強いられていた。騒音対策のための違いとしては排気口径が異なる消音器、中間加速騒音を考慮した無断変速機の設定などがある。その他の違いとしてはスクリーンなどの外装や 塗色の違い、ABS モデルの有無などがある。特にサイレンサーと駆動系が異なるために、日本仕様は日本国外仕様と比べ最高出力が若干劣っていた。なお、吸気方式が燃料噴射装置の SJ4.08J 型では、日本仕様車用に駆動系のアクセレーションキットがワイズギア車から発売されており、 これを組み込むことによって、ほぼ遜色のない性能を引き出せるようになっている。TMAX 初代の正式名称は、XP500TMAX で、ヨーロッパなど向けの日本国外使用は2000年秋頃より2001年式として、順次販売され、日本国内使用は2001年8月1日より、発売開始している。TMAX として、最初に登場した車種で2003年まで販売され、 2003年には特別版として外装を黒色でまとめた TMAX ブラックエディションが販売された。エンジンは吸気方式にキャブレターを採用し、日本国外仕様で最高出力 29.4kW 7000rpm に、最大トルク45.8ナノメートル 5500rpm、国内版で最高出力 28kW 7000rpm に、 最大トルク44ナノメートル 5500rpm を発揮する。無断変速機は日本国外仕様と国内版で設定が変えられており、最大出力の違いと相まって加速感に違いがある。車体では鉄鋼製ダイヤモンドフレームを採用し、エンジンを強度部材に利用することによって、フレーム単体の重さは同社のマジェスティとほぼ同等という軽量差を得ている。 前側サスペンションには 38mm 径の成立式テレスコピックフォークを採用し、前後ブレーキは共にシングルディスクブレーキで前に片押しにポット式キャリパー、後ろに片押し1ポット式キャリパーを採用する。前後ホイールは14インチで前輪120、70、-14 に後輪150、70から14という寸法のバイアスタイヤを履く。 車両乾燥重量は、日本国外仕様が 197kg、国内仕様が 198kg であり、車体の前後重量配分は47,53となっている。細部ではこの型のみ回転系がなく、速度系、水温系、燃料系、デジタル式時計というメーター構成となっている。二代目となる車種で、日本国外仕様が2003年に発表された後、 日本国内使用は2004年9月1日から2007年まで販売された。外観は仙台とあまり変わらない。翌年9月には主に外装に変更を加えた TMAX スペシャルを発売。エンジンでは吸気方式がキャブレターからインジェクションへ変更された。それに合わせてピストンやコンロットも変更を受け、圧縮比は従来の10.1、1から10.9。 一へ高められた。これにより、日本国外仕様では最高出力が3 2 6キロワット 7500rpm に最大トルクが47.6ナノメートル 6250rpm となったが、日本仕様は2 8ット 7500rpm と従来と同じまま、ただし最大トルクが若干向上し発生回転数が 大幅に下げられて45ナノメートル 4500rpm となっている。車体では前側サスペンションが 41mm 系成立式テレスコピックフォークとなり前側ブレーキがダブルディスク化された。また後輪が15イン化されてタイヤ寸法が 16060r-15 となり前後タイヤともラジアルタイヤ化された。車両乾燥重量は 日本国外仕様と日本国内仕様ともに 205kg と従来型よりもやや増加した。細部ではメーターが従来型から一新され回転系が加わった二眼式となった。また二眼メーターの間に設けられた液晶画面には燃料系やデジタル式度系、積算走行距離系や区間走行距離系が配置される。またこの方から パーキングブレーキが採用された。TMAX2007 年9月、ヤマハモーターヨーロッパにて2008年度モデルが発表された。外観は従来型の面影を残しながらも一新された。ヨーロッパでは2007年10月以降に発売開始、日本国内への導入はさらに遅れて2008年7月30日発売となった。エンジンは従来型を熟成したもので、 排気量やボアストローク比など基本諸元は同一で、最高出力も 28kW7000rpm に最大トルク 44nm5500rpm と従来型とほぼ同等の出力だが、フレーム形状の変更に伴い、エアボックス配置がフレームのヘッドパイプ工法となり、吸気効率を向上したことや燃料噴射装置の設定変更などで、 低中速域での加速性能が向上しているという。なお、燃料タンク容量が15リットルへ増加している。車体では、フレームをダイカスとアルミ合金製へ変更したのが大きな特徴となる。そして前輪が15イン化され、タイヤ寸法が120、70から15となったことで、前後輪とも15インチとなった。前側サスペンションは4 3ト、mm、ル系の成立式。 テレスコピックフォークへ変更するとともに、フォークオフセット量やキャスター角、フロントフォークピッチやトレール、ホイールベースなどを変更することで、前輪の15インチ下に合わせて旋回性と直進安定性を向上させている。また、前側ブレーキキャリパーが片押しにポット式の2連装から、鋳造モノブロック対抗4ポット式の2連装へ変更され、 前側ブレーキレバーも5段階位置調整式に、後ろ側ブレーキはキャリパーが従来型と同一ながらマスターシリンダー系が変更された。こうした変更により車体乾燥重量は 203kg となり、車体の前後重量配分は再び47、53となった。また細部では回転系や速度系といった機能はほぼ同じながら、 メーター外観が一新されたり、座席か大型収納スペースの開閉が、後ろ品字式へ変更されたりしている。2012年モデルは2011年11月に、ミラノショーと東京モーターショーで発表された。フルモデルチェンジにあたり、エンジンは、ボアアップされ、排気量が 530cc となり、駆動系と後輪アームを全面刷新し、車体デザインも変更された。 なお ABS 仕様も併売され、後に車体を黒基調にした、ブラックマックス仕様も追加されている。SJ12J 型は、発表から、日本国外仕様のみ販売され、日本では並行輸入された車両が発売されていたが、2013年1月に、騒音関係の法令が改正され、後の欧州規制と同時にあたる平成26年騒音規制の、 適用が受けられることになったため、2013年6月25日より、T、TMAX530 として、日本国内仕様が正式に発売されることになり、ABS 仕様も同時発売され、ブラックマ m a x 仕様は7月25日に発売された。なお車両スペックは、欧州仕様とほぼ同一であった。後期型からは、スマートキー、LED ヘッドライトユニット、倒立フォーク、 フロントキャリパーのラジアルマウント化などの変更がされ、このモデルから ABS が標準で装備された。2017年モデルは2016年11月に日本国外仕様が発表され、日本国内仕様は2017年4月7日より発売された。日本国内仕様は通常モデルが TMAX530SX、上級モデルが TMAX530DELAX となっている。 車体はフレームやリアアームの刷新に加え、リアホイールのサイズダウン及び前後タイヤの構造変更による軽量化が行われ、大幅に車両重量を軽減させている。エンジンは平成28年環境規制への適合により出力が変更されたが、電子制御スロットルのユークティーやトラクションコントロールシステムの TCS が搭載された。 また D モードとして2種類の走行モードが選べる変速機構を搭載している。なおデラックスはクルーズコントロールも搭載されており、またヒーターや電動スクリーンなどもデラックスには装備される。2001年、欧州向けモデル 500cc エンジン搭載、新しい走りを提唱するスポーツコミューターヤマハ、TMAX についてヤマハ発動機。 2000年7月7日水冷 500cc オートマチックエンジン搭載スポーツバイク感覚のハンドリングを楽しめる新コミューターヤマハティマックス発売ヤマハ発動機2001年6月15日フュエルインジェクション採用前後ラジアルタイヤ装着などで熟成2004年欧州向けニューモデルヤマハスポーツコミューターティマックスミラノショーで発表ヤマハ発動機 2003年9月9日オートマチックスポーツの新基準を提唱。優れた環境性能も達成ヤマハ。XP500TMAX 発売についてヤマハ。発動機、2004年7月14日。新設計アルミフレーム採用熟成を図った。スポーツコミューター2008年欧州モデルヤマハ。TMAX についてヤマハ発動機、2007年9月11日。 新設計アルミ製フレーム採用外観一新で、スポーティさを強調した、オートマチックスポーツコミューター、XP500TMAX 新発売ヤマハ発動機、2008年6月4日、ザティマックスビカムズモアティマックスザンウェバービフォー、ヤマハモーターヨーロッパ第42回、東京モーターショー2011ヤマハ発動機の主な、 出展モデルについてヤマハ発動機2011年11月9日欧州のベストセラーモデルが国内に登場新型 TMAX530 上質感漂う特別仕様ブラックマックスもデビューヤマハ発動機2013年5月15日ユークティー採用等で走りのクオリティをさらに進化2017年欧州向け新型 TMAX を発売ヤマハ発動機 2016年11月8日、電子制御スロットル、軽量フレームの新採用などで、走行性能が、さらに進化スポーツコミューター、TMAX5302017 年モデルを発売、ヤマハ発動機、2017年3月7日、ありがとうございます。